お勤めご苦労様です、シオンさん。シャバの空気は久しぶり。ああ、とにかく今は銀シャリが食いたいかな。学園では上品なお料理ばかりが出てると聞いてましたが、シオンさんにだけは麦飯が出ていたんですか？バカ、そんなわけないでしょ。冗談に決まってるじゃない。ほら、笑ってる暇があったらとっととアクセルを吹かす。はいはい、仰せのままに。お腹は空いてないですか？どこか飯の食えるところに寄りましょうか。食事してるからいい。この時間ですから高速に上がってしまうとサービスエリアへ寄っても自販機しかないですよ。まあ最近はハンバーガーとかの自販機もありますけどね。そうそう、聞いた話では最近じゃおでんの自販機もあるって話です。はあ？何それ？コーヒーの自動販売機みたいに器がポロッと出てきて押したボタンの具がボトボトっと落ちてくるわけ？気持ち悪い。そういうのじゃないらしいですよ。おでんの缶詰になってるそうで、それがゴロンと出てくるらしいんです。あ、ごめん、缶詰はパス。缶詰、相変わらずダメなんですか？もう子供じゃないでしょうに。嫌なもんは嫌なの。うっさいな。何笑ってんの？私は疲れちゃったよ。少し寝させてもらいます。これリクライニングどうやって倒すの？そっちの左側の根元を探ってみてください。レバーみたいなのがありませんか？うん、あったあった。よっこらしょっと。
何か面白いこと私した？いえいえ、よっこらしょなんていう若くない言葉遣いがどことなくミオンさんに似ておられたもので。お姉は元気？多分元気かと。私も親族会議の席に親父さんをお連れするときに少しすれ違う程度ですし。そっか、お姉はもう実家じゃないんだったね。南沢のばあさんのとこだっけ？シオンさんが学園に入られるのと一緒の時期に園崎本家に移られました。少しは変わった？ミオンさんがですか？そう。あのばあさんと朝から晩まで顔を合わせてりゃ少しは変わるでしょ。私が見る限り変わったようには感じません。シオンさんの知っているミオンさんのままですよ。私はどう？私は変わった？いいえ、全然。全然変わっておられませんよ。あれだけのお嬢様学校に入られたのに全く変わらないというのは驚くに値します。チュー、好きなだけ笑ってろ。私は寝るよ。寝る。後ろの席に毛布がありますよ。使ってください。ありがとう。私は寝るよ。はいはい、さっきからもう3回目です。それとも私が許可しないと寝れないんですか？今日のあんたは喋りすぎ。あんたが少し黙っててくんないと眠気も引っ込んじゃう。失礼しました、姫君。ではしばらく黙らせてもらいます。Thank you.
シオンさん、起きてますか？何？お帰りですが、沖ノ宮でよろしいですよね？他にどこに帰んのよ。シオンさんを全寮制の学園に入学させる決定は園崎本家当主が下したものです。シオンさんはその学園を抜け出した。どういうことかお分かりですね。ばあさんの決めた学校が私に合わなかったってだけでしょ。シオンさん、待ってるって。うっさいな。
沖ノ宮の町へ帰れば親族の誰かの目に触れることになります。やがては必ず本家の知るところになります。ばあさんの耳に入ったらどうなるかってこと？まあそりゃやばいことにはなるかもね。お分かりならいいんですがね。なあに、笠井、あんた今から私に引き返してあそこへ戻れって言ってるわけ？まさか。そんなことは言いませんよ。私が言いたいのは、相応の覚悟はあるんだろうなってことでしょ。口先だけでなく本当に理解してるんならいいんですがね。まあそうだろうね。万が一の時は脱走の手伝いをした葛西も責任は免れないだろうしね。葛西も小指に未練があるなら今のうちに小指にいっぱいキスをしておいた方がいいんじゃない？その時はシオンさんもスマキにされて鬼ヶ淵沼に放り込まれるくらいの覚悟をしてくださいよ。ああ、あるいは本家離れの秘密部屋送りかも。シオンさんは姉さんに似ている。その出たとこ勝負的なところが特にです。そりゃ似るでしょう、実際の母親だもん。実際どうするつもりです？園崎一族の目はそこいら中にありますよ。まあ
最初はのんびり隠れながら過ごします。仮に姿を見られたってミオンだって言い張ればいいんだしね。それから？で、ほとぼりが冷めてきたら私に近しい親類から徐々に打ち明けていく。私に味方になってくれる人たちだってそこそこにいるからね。私も親父と大喧嘩した時あちこちでいろんな人にかくまってもらったし。なるほど。味方と既成事実を十分に作り上げてから最終的には園崎本家にも梅こぼしをもらおうというつもりですね。うまくいきますかどうか。行くって。そもそも私を学園送りにする決定だって結構みんな反対してくれてたもんね。あれは私をやたらと嫌ったばあさんの猜疑心からの決定みたいなもんだったし、葛西もそう思うでしょ。ええ、まあ私もあの決定にはさすがにやりすぎとは思いました。ばあさんはあれこれ余計なこと考えすぎて正常な思考なんかできなくなってる。あのダム戦争で神経張り詰めっぱなしだったからまだその時の興奮が抜けきってないんじゃないかな。ったく。シオンさん、ほら。うん。